青山さん、水野さん赤ちゃだ赤ラジオをおきの皆様、こんにちは後藤二人役の渡田美咲ですほんの赤キーボタンを押していただき、ありがとうございますえ今回はですね、あだ名あるあるを解決していただきたいですもし皆さんにとってないないだったらごめんなさいえ私、渡田美咲は、わっちゃんというあだ名で皆さんに呼んでいただいてるのですが えっと最近ですね後輩に何て呼べばいいですか、うん、って聞かれた時にすごく困っているんですんわっちゃんさんとかわっちゃん様みたいななんかこう <laughs> <も>継承が渋滞してししててまままうう感じになってしまうのでございます,ど,すどうにか後輩からのいい呼び名を皆さんに見つけていただきたいなって思いました。<laughs> えー、そして皆さんはちなみに後輩さんには何と呼ばれていますかと<ー>えー、ぜひよろしくお願いいたしますそして最後に、はいえー、パーソナリティの吉野さん<っ>ヨッピーとお呼びしてもいいですか <laughs> 以上です本物の赤ちゃんと言ってしまいましたが <laughs>、はい、後藤二人役の田田美咲さんから、はい、声優さんですよ 二人ちゃんでしたね。二人ちゃんだね。いやもう声がさ、はい、すごくいいよね。ずっと聞いてたいです。ずっと聞いてたい。かわいすぎる。なんか二人ちゃんの二人タイムも欲しいもん。ああ<ー>正直。ちょっと聞きたいです。ね、聞きたいな。聞きたいです。なんかいやでもあだ名問題ねおっしゃってましたけど、わっちゃん確かに。わっちゃんわっちゃん,わっちゃんって呼ばれてるのかな。わっちゃんさん。 さんってなっちゃう確かに、ね、なんとかちゃんさんになっちゃうよねそうですね確かにヨッピーさんはヨッピーさんですもんねあでもヨッピーでいいんだよあいやいやいや,いや,いや,いや <laughs> 確かに渡田美咲さんですもんねミサ、うん、さ,さんとかみさでもなんかなんか下の名前がでさん付けって結構多いけどねそうですね私もサクさ,さ,さ,さんが多い気がします後輩からサクさん、はい サクさんみたいだねよく言われますすまらんこと言ったー <laughs> おもんなお前パーソナリティやめろいやそこまで言わないでください, <laughs> いまでた, <laughs> わた,わたであとさなんか名字と名前の上二文字を取るみたいなこともよくあるよね、はいはい、青吉みたいな一<ー>回私はなかったけど,なるほどそういうなんかこうあるよね水作的な<ー>わ,たわたみさんもでもないか

まということで、ええ、はいあちゃんさん、ばあちゃさん、決まりましたし、はいぜひ、ばあちゃさんは、私のこと、よっ。って、呼んでください。さく <laughs> は、ちなみになんて呼ばれたいですか。さくぴって呼んでください。<laughs> お願いします。お願,ますお願いします。ということで、素敵なラッキーボタンあ、ありがとうございました。そして、皆さんからのメールも、ありがとうございました。ありがとうございました。<music>